今日はですね、みかんの梱包の仕方っていうのをちょっと簡単にやっていきたいと思います。こういう道具使います。これハンドボクサーっていう、まあ、ホッチキスの大きいみたいな感じなもんなんですけど、これで段ボール梱包用段ボール作っていきまして、それで箱詰めっていう形になりますね。やってみましょう。組み立てるだけなんですよね。簡単に。そしたらもう5キロ測ってるんですけど、入れていきますね。そうしたら止めてやります。これで完成です。針使ってますね。ステープルっていう。というわけです。またねー。